はい、えー、お疲れ様でございます。最近ね、あの、ショート動画っていうのを YouTube にどんどん上げてるんですけども、これ、アクセスがね、結構取れるんですよ。まあ、アクセスが取れることの以外のメリットって何があるのか全くわからないんで、今探ってるところなんですが、とりあえずモチベーションが上がるの上がるかなと思うんですよ。あの、再生回数がね、なかなか100とか200とか1000とか超えない方っていうのは、ショート動画だと、1000を超えることっていうのは非常に簡単なんですよ。その中で、その、ショート動画を上げてる YouTuber の、 タカさんがね、なんか、寿司屋に行った時に、回転寿司のレーンに登ってるのを、なんかなんとなく撮っていって、で、食べ終わった後にチラッと見たらね、1万ぐらいアクセスが上がっていたみたいなことを話されてたんで、まあ私も昨日たまたまね、行くことがあったんで、3つだけ動画撮ったんですよ。ほんのね、しょうもない動画です。10秒、7秒、11秒ってご覧の動画ですけども、まあ、確かに1万すぐ行くなと思ったんですよ。<laughs> <laughs> あの、あっという間に、あのー、総再生数1万超えしたんですけども、はっきり言ってこの動画の意味はありません。だから、なんで再生するのか、私もよくわかんないですけども、なんでこれこんな数再生するんですかね。だって10秒の動画で、タイトルが、会計4000円ぐらいスシローだったとかね。あのー、スシローはかつてずるいことしたとか、スシローのタッチパネルとかって、本当なんか、タイトルにも何のひねりもないわけですよ。うん。でもまあ、 どんなに真面目に作った動画よりも再生されるみたいなね皮肉なもんですよねまあ大事なことはうまくいった人のことを1秒でも早くマネるってことじゃないかなと思うんですよねもちろんマネるのにハードルが高ければなかなか難しいっていうのがありますけどもどうですかね回転寿司に行ってなんかレーンをね撮影してアップロードするで3本の動画で合計30秒にもなってないんですよ <laughs> だからこれアップロード時間まで込みでも1分かかってない動画で1万再生ってことなんですよね まあこういうところを素直に見ていって、まあ真似るってことですか。うまくいったのを真似ること以外にうまくいく方法ってあんまりないんじゃないかなと思うんですよ。もちろんね、ご自身の発想でうまくいく方法が見つかっているんだったら、まあ言うことはないですけどね。では、今回は以上です。